抜けたらどうもそうじゃないそうですということで、今回はですね32枚目シングル選抜発表超直前、選抜発表がより楽しめる32枚目シングル選抜発表注目ポイント、いよいよ選抜発表ということで、もうめちゃめちゃドキドキしてるしめちゃくちゃ楽しみなんですけれども、だって正直僕前回の乃木坂工事中で32枚目シングルの発売が決定して次回選抜発表ですよっていうのがあってから、もう今日までずっと32枚目シングルの選抜発表のことしか考えてなかったもん。ここ1週間僕の動画見てもらったらわかるんですけど、ほぼ32枚目シングルについての動画しか上げてないからほぼ32枚目シングルの動画しか上げてないから、もうそれだけね僕自身も楽しみにしてましたし、まあ、やっぱりこの32枚目シングル、まあ、昨日ねあやねちゃんの卒業発表がありまして、まあやねちゃんがこの32枚目シングル参加しないっていうのもね分かりましたけれども、まあすかちゃん、まなつさん卒業ということで1期生いなくなって、であやねちゃん卒業ということで、2期生いなくなって、というこの1期生2期生が0人という誰もいない、全員卒業して誰もいない初めてのシングルとなりますので、また新たな乃木坂46のスタートとなる本当に大事な重要なですねシングルになると思うので、この32枚目シングル選抜発表から盛り上がっていこうじゃないかということでですね、今日発表されます32枚目シングルの選抜発表がより楽しめるような注目ポイント、ここがねやっぱ32枚目シングルの選抜で注目なんじゃないか、選抜発表で注目なんじゃないかっていうところをですね、もう最後にまとめて紹介していきたいと思います。はい、ということでまずは32枚目シングル選抜のフォーメーションと人数ですね、まあ、まずはここからでしょということで、まあ、選抜発表でも一番最初にねこれが発表されると思うんですけど、フォーメーションと人数というところが、まあ、今回どうなるのかっていうところですよね、まあ、前回は1列目から5、6、8の18人ということだったので、まあ、そのね1列目、2列目、3列目の人数がどうなるのか、まあ、全体的な人数もどうなるのかっていうところですけど、まあ、その前回31枚目シングルからはアスカちゃん、真夏さん、あやねちゃん、この3人がね、いないっていうことになるので、まあ、その分こうどうなるのかっていう、まあ、増えるのか人数増えるのか変わらないのか、こう減るのかどうなるのかっていうところですね、めちゃくちゃ楽しみ、まあ、もちろんセンター単独センターなのかダブルセンターなのかっていうところもですけれども、まあ、フォーメーションと人数めちゃくちゃ楽しみだなと思います。はい、次はセンターは誰なのかというところですね、まあ、やっぱり一番注目なのは一番楽しみなのはやっぱセンター誰なんだっていうねところがやっぱ一番っていうところはねもちろんあると思いますので、このセンター誰なのかっていうところ、新たなセンターが誕生するのか、またはたまたセンター経験者がまたこうセンターになるのかっていうねところ、まあ、もちろんこちらも単独センターなのかダブルセンターだとしたら誰と誰になるのかっていうところですね、もうめちゃくちゃ楽しみだなと思います。そして次は裏センターは誰なのかっていうところですね、まあ、やっぱりこの裏センターも個人的にはめちゃくちゃ楽しみなポジションというか、裏センターが誰なのかっていうところめっちゃ楽しみで、まあ、前回で言うと真夏さんと梅ちゃんのキャプテン副キャプテンの裏ダブルセンターみたいな感じで、まあ、30枚目シングルもそうですけどっていう感じでしたけれども、今回はどうなるのかっていうところと、まだ3列目の真ん中とかもね、どうなるのかっていうところは個人的にはね、楽しみなところなのかなと思います。そして次は5期生は入るのか、入るなら何人入るのかですね、まあ、やっぱこの32枚目シングルは一つ5期生っていうところがですね本当にこう注目楽しみなところなのかなっていう、入るのかどうなのか、そもそもね5期生入るのかどうなのか、まあ、センター含めてですけど入るのかどうなのかというところと、まあ、入るんだったら何人5期生が入るのかっていうところですよね。5期生誰かしらは1人以上は入るんじゃないかなって思ってます、まあ、勝手にですけどね個人の予想ですけど思ってます。そして次は初選抜、選抜復帰のメンバーはいるのか、いるなら誰なのかですね、まあ、この32枚目シングルで初めて選抜に入るメンバー、それから選抜復帰するメンバーは、まあ、そもそもいるのかっていうところですけど、まあ、いるなら誰なのかというところで、まあ、初選抜で言うとやっぱりリカちゃんが一番可能性高いんじゃないかなっていうのと、まあ、選抜復帰だったらデンちゃんですかねが個人的にはやっぱ一番可能性の高いこう2人、初選抜と選抜復帰あるとしたらこの2人なんじゃないかなって個人的には思っています。そして次は前回初選抜の林ルナ、そして選抜復帰の坂口珠美の連続選抜はどうなるのかというところですね、まあ、前回31枚目シングルで初選抜となったルナちゃん、それから31枚目シングルで選抜復帰となった珠ちゃん、この2人が今回どうなるのかっていうところ、個人的には両方そのまま選抜なんじゃないかなって思ってます。ちょくちょくねお前自分の意見というか予想言ってるけどね、まあ、僕のチャンネルなら許してくださいということでそして次はセイミアレイはどうなるのかっていうところですね、まあ、レイちゃんはね一部活動休止してましたけれども、復帰して32枚目シングルミーグリーにはねもう参加するということになっていますので、まあ、おそらく32枚目シングル活動するんじゃないかなっていうところで、今回選抜に入るのか選抜復帰となるのかっていう ところもですね注目なのかなと思います。そして次は岩本蓮香
筒井あやめの副陣復帰、そして神奈川さやの連続副陣入りはどうなるのかっていうところですね。まあ、前回31万目シングルでレンタンとあやめは3列目というポジションだったんですけれども、まあ、今回副陣に復帰になるのかっていうのは、もしかしたら副陣以上のというかね、その1列目とかっていうのもね、可能性は全然あると思うんですけれども、まあ、副陣以上のポジションにこうなるのかっていうところだったりとか、また前回31枚目シングルで、やんちゃんがね副陣に入っていたと思うんですけれども、今回はどうなるのかっていうね、今回も副陣に入るのかどうなのかっていうところもですね、楽しみな注目のポイントなんじゃないかなと思います。はい、まあそんな感じでですね、31枚目シングル選抜発表の注目ポイントを挙げていったんですけれども、いかがでしたでしょうか。まあね、もっと細かいこと言えば、もう本当にメンバー一人一人のご選抜入りポジションがどこなのかっていうところももちろん楽しみですし、本当に楽しみなところもっともっとあると思うんですけれども、もう本当にもう何より楽しみですよ。数時間後には分かるわけですから、こんな動画やらなくたってもう数時間後にはね、選抜分かってるわけですから、32枚目シングルの選抜センターが誰なのかも分かってるし、いや本当にね、あと数時間だと思いますけど、今日の32枚目シングル選抜発表めちゃくちゃ楽しみだなと思います。そしてですね、その32枚目シングル選抜発表一緒に見届けようっていう生配信をですね、やらせていただきますので、今日の23時55分頃から生配信スタートとなりますので、ぜひですね、皆さんこの32万目シングルの選抜発表を僕と一緒に見届けていただけたらなと思います。ということで今回はこれで終わりたいと思います。ぜひですね、皆さんがこう選抜発表で楽しみにしているところだったりとか、注目ポイントありましたらコメント欄で教えていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ツイッターとインスタグラムもやっておりますので、概要欄からフォローしていただけると幸いです。バイバイ。さよならもうすぐ。